どうも、ペテです。バースがやっていきたいと思います。はい、本日は、ヤガミ王子。こちらのキャラがかなりギガンド画面広報で強いということなので、今日は使っていこうかなと思っております。で、テーブルの方は、筋力ボナ、骨指率アップ、敏捷ボナ、試合経験点ボナと結構強いギガンド画面広報には合ってるテーブルでございます。で、そしてコツの方はね、マッチアップ、カウンターと余計なものがないコツですので、ありがたいかな。はい、そして今日のデッキの方は、小森、名護、ヤガミ。で、メイム、アマノ、テツサ。この6人でいこうかなと思っております。テクニックは捨てていきます。はい、そしてアイテムの方はバードルと招き猫を持ち込んでおります。では、やっていきましょう。ということで、まずは監督編でいきますね。うん。で、まあ、ヤガミは、マテウス、そして、立川とかの枠です。まあ、そいつらに比べて、やっぱ、フィジカルスピードということで、最後の方、敏捷ボナ、まあ、スピードタックに、スピードタックにはまれば、稼ぎやすいんですよ。この高校は本当に敏捷を稼げればもういい高校ですので、かなり有利に働くのかなと思って今日は使っています。まあ、コツの方でもね、マテウスはねちょっと余分なコツが多いんですよ。技術系のコツが多いのでちょっと使いづらいですね。でもこっちはね、2個しかないし、もうその後は筋力敏捷もらえるだけなので結構使いやすくなってると思ってます。まあ、そこそこね基礎値も高いんでね、まあ、買っていけるのかなと思ってます。はい、ではしっかりとやっていきましょう。で、まずはヤガ。ちょっとコモリの評価上げちゃう。さっさと告白してほしいから。これ来るんだね。まだ出てこないな。で、あれなんですよ。まぁ、ちょっと一つ欠点を挙げますと、ヤガミくんは、あれだ。金徳がステルスやな、ごめんなさい。猟犬と徹底抗戦。で、猟犬が不確定なんですね。で、猟犬が不確定ってことは、猟犬、この高校で、まず初めに取る金徳じゃないですか。それがね、取れない。なので、初めから起死回生を取って、その後、猟犬を取るのか、カバマスにするのか、まあ、その辺を選んでいかないといけないってことなので、ちょっと初めね、25万点稼いでいかないといけないんですよ。ちょっとそれが辛くはなってます。で、この、なんだ?デッキ、多分3、4個コンボがあるので、意外と強いと思ってます、コンデッキはね。で、これ、フィジカルスピードなら OK だね。勝てるかな?完全勝利してくれるかな?ちょっと怪しいですが、まあ、しっかりとフィジカルスピード上げておきます。はい、ではこれでいきたいと思います。いきましょう。頑張って。はい、OK、完全勝利、ナイス。普通に矢上くんのね、一つもそこそこな。立川よりかは強いけど、まあ、待てするか弱いっていう感じでございます。ニガリーグはね。はい、12。で、ヤガミくんいるね。ヤガミくん行きましょう。はい。小森、広角来てくれました。OK、OK。これは間に合ったね。これが来てくれれば、起死回生も取りやすくなる。助かります。はい、テツサ。で、微妙。これ、デート行きます。はい。小森ね。これは敏捷技術もらっておきましょう。で、これがまず一つのコンボです。まず一つのコンボで、なんだっけ。まず一つのコンボで、これが、回復骨を1くれるんですよ。回復骨を1くれまして、どれだっけ上か。上だね。上もらえます。これが結構ありがたい。っていうのと、天野くんと名護くんもコンボがあって、そっちはね、回復の骨3くれるんですよ。それを取り終わったら、まあ、しっかりと、まあ、回復を潰していくという形を取ります。で、あとは、天野くんと、ヤガミくんもコンボがあります。コンボはね、強化に関わらず起こりますので、さっさと、初めの方に起こりやすくはなってます。なので、スタートダッシュが取りやすいかなという形ですね。結構コンボはね、経験値も高いんで。はい、ヤガミくん。ここでフィジカルなら絶対完全勝利できる。テクニック来たよ、これ。これが来ちゃうとね、もう、太刀打ちできないんですよね。これが来ちゃうときついので、もうここはもう、いや、きついなぁ。きついなぁ。もう無理だなぁ。完全勝利無理だ。起死回生取れなくなってしまいました。テクニックが来てしまうともう無理なんですよ。どの道メッシ入れてたとしてもね、テクニックは踏まないんですよね。はい。では行きます。できるだけ稼ごう。45。もう起死回生の道は途絶えました。なので、ジェントルマンを取っていかないといけないですね。はい。1200。では、続きやっていきます。はい、哲太くん。あ、これはありがたい。矢神天野を踏んでいく。で、監督ね。で、小森の福井部。あ、失敗してる。
はい、ネームドーンと行こう。 OK です、特訓だ。で、ここでコン…あー、コツ…ディフェンスの2人か。じゃあここデート行ってきます。デート2回目行ってきましょう。で、ナゴくんの筋力も動いてきましたね。頑張って。で、アンガーアーチャー福部です。でもって、これは天野くん行くか、八神くん行くか。ちょっと…いや、ここは八神くんかな。で、次は天野くんのことが来てほしいところ。まあ、メイムが一緒にいたからね。はい、八神。で、声をかける。これ、筋力イベント進んできましたね。ああ、哲太か。ああ、天野くんいねえんだ。天野くんいねえなら八神くん行っておきます。はい。フィジカルかスピードで勝負させてほしいな。メンタルはちょっと1回しか踏んでないからちょっと辛いか。あ、フィジカル OK。これは勝てる。これは完全勝利ですね。はい、完全勝利していきましょう。では、パワー上げていきまーす。パワーそんな上げなくていいな。ちょっとディフェンス売りたいな。ディフェンス、ナゴくんとかね、進んできてますので、とりあえずディフェンス上げたいです。今回はちょっとパワーも振りたいですが、まずはディフェンスあります。はい、これでいきましょう。はい、いきまーす。はい、完全勝利 OK ですね。うん、まあフィジカル上げなくても絶対これを勝てると思ったので上げませんでした。はい、そして234,000、ちょっと足らなかったね。14,000ぐらい足らなかった。16,000か、足らなかったですね。はい、ってことでここはジェントルマン取っていきましょう。まあ両剣取れればいいって話なんでね。カバディーブが強いんだなぁ。うん、順位そこ高くないのに強いってちょっと嫌なんだよな。はい、ここは八神くんでいく。確実にコツもらいたいんで。うん、ナゴくんのコツは正直いらない。最後の方なら欲しいけど、今はいらない。八神か、八神がすごいコツくれる。ああ、いやこれ八神だな。うん。八神どっかだな。で、天野くんのコツ拾いたいんだな。で、これが回復骨です。回復骨を拾っておきます。これはやばい気がする。で、これで回復骨5ですね。なので、終わりです。取りましょう。回復を取っちゃいましょう。で、ヤガミくんの、うん、終わっていきます。ヤガミくんも、あと1回だな。回復骨5を潰す。で、回復ね、毎ターン2ずつ上がっていくので、これが結構強いんですよね。うん、回復のコツをね、初めにくれるのは本当に助かります。で、これはメイム、アマの踏んでおこうか。で、次デート行きます。はい、順平の練習を教えて。まあ、これはでもいける。ディフェンス上げてるからね。多分もう大丈夫なんで。メイムが走られると、ちょっと今怖い。はい、OK です。小森。ナイスですね。はい、アマノ。アマノくんもスタミナ上げないといけないね。こうなるとね。いくいく。はい、スピードでフィジカル、スピードフィジカルはもうこの2人に任せておけば完全勝利余裕ですね。うん、余裕です。で、成長させたいな、成長させたい。成長させたいので、天野くんを成長させたい。なので、天野くんを副将にしていったらいけるね。OK。じゃあ、これでやっていきたいと思います。スピードフィジカル。まあ、スピードちょっと上げとこうか。うん。はい、これでいきたいと思います。いきましょう。はい、完全勝利90で OKOK。 いや本当にカバディーブが強い。633、うん、いい。12はありがたい。で、終わっていきます。さあ成功しろ。あー、両剣もらえなかった。それはつらいな。それはちょっとつらいです。それはちょっとつらい。じゃあもう両剣は取らない動きかな、これはね。もうで、可動部ね。まあ、哲太くんとかはもう成功してくれるでしょう。さすがに。ディフェンス上げてるんで。はい、天野行っていきます。こっから天野みたい。こっからもう、八神の仕事はもうほとんど終わった。ほとんど終わったんで、こっから天野を踏んでいく。はい、OK。よっぴー。で、これもコンボとして強いコンボ。で、これが上がコーチング、下が先読みね。まあ、ナゴくん入れてるから先読みは取れるけど、コーチングはね、天野くんで多分回収はできると思いますので、うん、こっちもらっておきます。そしてこれはメイムでいいですね。メイム踏んでいきましょう。そろそろオフェンス勝負来そうな感じがするんですよね。で、天野残り1回だね。ここでスタミナ上げますね。スタミナをしっかりと上げて、筋力もらいに行きましょう。
はい、スピード勝負、スピード勝負は任せろ、スピード勝負は任せろ。で、ここはもう矢神は連れていきません。メイム成長させるか、メイム成長させるか、それがいいな。で、スタミナはひたすら上げる、スピードも上げるって感じだな。スタミナ上げて、スピード上げて、メイムを成長させよう。メイム復調で頑張って、これで完全勝利できないかな。ちょっと厳しいかもしれないけど、あーやっぱ厳しいか。メイムがきついけど、今の矢神にしたらもう完全勝利はできてました。でもやっぱりね、ここはもうメイムを育てるっていう意味でメイムにしておきます。 434OK です。はい、基礎値も上がってるんで、この後メイムが強くなりますね。4224。はい、ではここで小森、前回ないかな、流星群来たら、あー OK ナイス来てくれました。で、天野くん拾いたい、天野くん拾いたい、天野来い、矢神じゃない、 OK、 いい感じ、出しゃばってない、ナイスですね。で、矢神くん、さあ来いよ、なるほど、はい、OK、矢神くん、天野くん成功してくれました、 OK です、助かります。で、これ矢神、いや、メイム、いや、デート行きます、ここはデート行きましょう。はい、カバマスください、カバマスください、二金卓、いやー、くれなかった、残念。はい、小森ね、OK です。でもって、天野くん OK。それでもスピード、メンタル OK。あとは、メインも見てるかなって感じかな。はい。まあ、ディフェンス上げたんで、これは成功ですね。余裕です。矢神か。メイム、踏みたいが、踏みたい。OK。ナイス。で、ここで芝の魅力。これ上でね、コツもらった方がいい。下はね、もうコツ取り切ってるけど、まあ、でもこれは回復欲しいんで、下にときます。これは仕方ない。回復欲しい。はい、テクニックメンタル終わったー、終わったー。カバディーブ強えんだよな。でもテクニックないんだよな、カバディーブはまだ。だからちょっとね、まあメイム主将で、やべえな、これ勝てるかどうかも怪しい、勝てるかどうかもちょっと怪しい感じだな。うん、そうだな。まあとりあえずテクニック、うん、バンバン自分でリードしないといけない。テクニックを上げまくります。上げまくりましょう。上げまくって、まあ、勝ってもらいましょう。勝つしかない。これで頑張って稼ぐしかない。はい、メイムの部分はこれで稼げるはず。はい、ギリギリ勝ってた。オッケー、危ねえ、38。危ねえ、危ねえ。ちょっときつかったですね。はい。はい、5、2、3。うん。で、ここで石油船エアマス取っていくっていう感じですね。はい、取っておきましょう。まあ両剣、そうだな、両剣取ってもいいんだな。起死回生なしで両剣でもいいんだよな。はい、そしてメンタル、あ、やはり違うんだな。デート行っておきます。ここはデート行きましょう。まだちょっとね、順位ちょっと物足りないところがありますので、しっかりと勝てるためにデート行ってきます。はい、メイムでーす。ヤガミがすごいコツくれるのがちょっと怖いな。最後の方そうなるとちょっと怖いんだな。で、コーチングいただきました。でもってメイムみたい。メイムを、あー、でもこれはね、敏捷を少しでも回収しておきたいですね。回収しておきましょう。はい、スピードいきまーす。天野来い。OK、天野ダッシュ。で、ハーブ、体力回復。あー、回復しなくてムードだった、残念。持ってメンタル、天野くん来ましたね。天野くん来ております。じゃあ天野行こうか。はい、 OK、 いいっすね。さあ次からしっかりの話行こう。で、スピードディフェンス、これはもう天野くんと、メイムできます。はい、もう天野とメイムがすごい成長してますね。もうこれは絶対完全勝利できるね。ありがとう。で、スピードをしっかりと上げて、まあパワーも上げてきます。はい、まあこんな感じかな。こんな感じでいきましょう。はい、完全勝利してください。お願いします。はい、完全勝利 OK。 これはね、問題なく完全勝利ですね。電撃部次まで完全勝利したいから、デート1回行くのありなんだよな。はい、で、メイムは踏んでいく。メイムは踏んでいく。で、ゴールダッシュで回復、ナイスですね。うん、デート行かなくてよかった今。はい、哲太くん、哲太くん回復くれるかね、ありがたいんですよね。はい、成功してね。うわー、失敗した。マジか、やってくれたな、哲太。まあちょっとここから挽回してね、哲太、頼むよ。あなたの仕事はここからディフェンスに来るってことだね。出しゃばって、ここから。はい、じゃあメイム行こうか。メイム頼むぞ。メイムのコツが欲しい。あの、コツまでは出しゃばらなくていいから、哲太頼むぞ。
コツは本当にメイムのコツが欲しい。まあでも、まあ、鉄太が来たらもう次デートですね。次デートで、まあ、こなしていくっていう形がいいかな。はい、ではディフェンス行きます。行きましょう。はい、こっからはでも、民衆をかなり稼げるデッキにしてるんで、しっかりと稼いでいきたい。じゃあ、鉄太くん来ちゃったのはちょっと残念だな。はい、デート行こう。デート行っちゃいます。まあ、行きたいけどね。デート行きます。で、映画館。はい、OK。で、お、来た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 。これ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 。大事大事。すごい大事。で、ディフェンス上げて、スピード、おもう民衆はかなり稼げてますね。ありがたい。もう、このデッキ最高だな。やっぱり民衆はもんな稼ぎやすいデッキなんでね。はい。ナイス。いいよ。で、ここで、オフェンスか、スピード勝負がいい。オフェンスか、フィジカル。まあ、そうだよな。まあ、そうだよな。でもね、うん、だいぶパワーアップしてるね、この二人が。もう、問題はないと思ってる。うん。で、フィジカルスピード。まあ、フィジカル上げとこうか。はい、上げておきます。で、スピードもマックスにしておきます。はい、オッケーです。行きましょう。はい。うん。プラスなくてもここまで稼ぎます。さすがメイムだもん。育てただけありますね。はい、オッケーです。最高です。6、4、4、OK。で、9650ね。うん。パナパワードリ使ってなくて、ここの経験ってのはでかい。メンタルか、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 ちょっと違う感じはするが、まあ、とりあえずメンタルとこう。で、アマノと、今回結構分野集まってるんで、もう一回、あ、起きないか。さすがにノラでは起きないか。で、アマノ。いや、メイムが微妙なんだな。はい、アマノ。頼むぞ。来いよ。で、これはね、パス缶なのか、なんだっけ。パス缶か。パス缶もらえますか。て、闘争心もあるんですけど、闘争心はね、一応小盛りでもらってんすよ。まあ、どっちもいいや。はい。いや、闘争心もらってきます。はい。フィジカルか。フィジカルか。これは天野くんがいいな。天野くんがいいですね。で、もう、筋力という、まあ、まあまあいいや。はい。天野くん。天野くん、矢神じゃねえぞ。天野くん。いやー、ちょっと出しゃばってきた。マジか。でも、スピードで、あー、来てくれないか。うわー、これ来てたら、精神結構稼げたな。残念。天野くん来てればよかったです。はい、そして、オフェンススピード。まあ、これはメイムと、天野ですね。三国武結構強いけど、まあ、どうだろう。勝てるかな。完全勝利できるかなって感じですね。まあ、とりあえず、オフェンスは C。はい、これでいきまーす。はい、スタミナは100にしとこう。はい、これでいきます。いきましょう。うん。まあまあまあ、いいでしょう。48。はい。あれ？これもしかして足らない？足りるよね。OK、足りた。危ねえ。ぶっちぎり足りました。OK、OK。まあ、メイムとアマ、メイムとアマか。成長させておいてよかったです。はい。で、部員が結構集まってますね。で、ここは、まあ、とりあえず、これだね。これ取って、両剣とか取ろうか。両剣取れなかったですね。はい、オフェンス。まあまあまあ、まあまあまあ、オフェンスいいでしょ。オフェンス行きましょう。うん。まだ技術結構欲しいんでね。はい、オフェンス行ってきまーす。はい、OK でーす。で、敏将稼がして、こっから敏将、こっから敏将。ディフェンスタック、スピードタックがいっぱい来てくれると信じてる。で、メイン終了。ここで筋力はけれます。ここで筋力はけれますが、スピード、来た。これこれこれ。あ、ちょっと哲太くんが今、出しゃばりすぎてて、コツまでくれそうな感じはしてますが、ちょっと怖いけど、鉄壁、そしてブレイブタックル。まあ、これで筋力を吐けるんですよね。で、セキュリティセンサーは、まあ、取っておく。で、まあ、いいよね。うん。で、ここでスピードタックいきましょう。で、ドリンク飲んでいきます。ドリンクはいっぱいあるんで、もう飲みまくっていいです。で、ここで天野くんのコツが来てほしい。鉄太来るな。鉄太来るな。頼むぞ。おいー、鉄太。じゃあ、鉄太ディフェンスに来い。ディフェンスに来て来い。なんでオフェンスなんだ。オフェンスじゃない。オフェンスじゃない。あなたの仕事はディフェンス。はい。では、メンタルいきましょう。はい。おっと、メイムが消えた。メイムの冷圧が消えた。これ天野くん踏んどいてよかったな。天野くんならディフェンスに来てた。コーチングのコツ。はい、センターバック行ってきます。はい、サクッとピンチャー行きましょう。はい、では行きまーす。ディフェンスちょっと入れますね。まあ、ちょっとどうしようかな。まあ、印象を稼げると思いたいけど、まあ、この辺は取っときたいよね。はい、こうやってきます。はい、では行きましょう。行きまーす。はい、終わりました。1-0 ですね。問題なく満点取れました。さあ、さあ、あと3ターン。あと3ターン頼むぞ。天野、メイム、そして、鉄太と、名護。いや、うん。矢神も頑張ってくれてもいいよ。ここで。ここ
こで頑張ってほしい。ね、ここは猟犬もらっときます。まあ、筋力は結構もう取れたんで、猟犬でいいでしょう。起死回生より猟犬の方がいい。はい、OK です。で、スピード。ナイス！そう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 、ヤガミ、知ってた。しっかりと仕事してるね、君たち。しっかりと仕事した。OK。ちょっと待って。それよりかは、もうこれはスピードスター取った方がいいな。スピードスター取って、カウンター潰しておこうかも。で、ファーストゴールあたり取って、で、テクニックをちょいちょいと上げる。これで OK。これでいいですね。でもって、これで取って、まあ、ディフェンス、あ、精神ちょっと欲しいんで、天野くんのコツが欲しい。ちょっと矢神来るな。矢神が来るな。天野来い。天野。いやー、矢神が来てしまった。マジか。矢神が来たから、ちょっと辛いな。これは、あれ？さっくん、どうした？イベント動いて、終わってない。テクニック、あー、テクニックか。テクニックか、まあ悪くねえな、テクニックは。テクニックは悪くない。どうしよう、これ、このまま突き進めようかな。矢神くんで、次誰かと一緒に来てくれることを信じて、行っちゃってもいいな、これ。テクニック。最後だからな、最後だから踏んじゃってもいいんだよな。テク、テク、テクは、まあ、この辺はちょっと違う。テク行こっか。テク行きます、ここ。勝負します。もう残り一旦なんでね。うん。カメラとかそんなんいいや。はい、さあ、次、ヤガミ、誰かと一緒に行ってくれ。誰かと一緒にいろ。誰かと一緒にいろ。勝った。うわぁ、一人か。いやぁ、こいつらここにいるのか、精神欲しかったなぁ。いや、まあでも、ここでも精神そこそこ稼げるから、まあとりあえずこっちですね。うん。とりあえずこっち行っときます。で、精神必要な金とかもう取ってるので、まあ、最後ディフェンスに触れると思う。触れると思いたい。うん。結構もう取ってるからね。で、エアマスはワンチャンくれる。ワンチャンくれる。そうだね。金とかもう取ってるからね。あとは、精神稼ぎまくればいいだけ。では、メンタルいきます。で、空中戦くんね。二人とも空中戦持ってるよ。空中戦ください。カバーリング。うわー、突き出せればいいか。あ、ナゴくん、空中戦くんない？ナゴくん。ヤガミくんで筋力民主をいるから、ナゴくん。あー、ヤガミくん出しまった。はい、サクッとピンチャー行きます。行きましょう。で、ディフェンスは109までいけますね、これはね。これはいける。オッケー。やっぱ、民主を稼げるの強いな、普通に。精神がちょっと稼げなかったけど、まあまあまあ悪くはないぐらいは稼げてる。で、テクニックはちょっと90まではしておきましょう。中途半端ですね。はい、では行きます。行きましょう。はい、終わりました。終わりでーす。あと1試合ですね。はい、まあ問題なく満点です。はい、最後はもう精神稼ぎましょう。精神稼ぎまーす。はい、メンタル。では、試合行きます。もうここはね、もうしっかりともう、キャノンシュートを止めるということしか残ってないエアマスと言います。いや、問題ねえな。問題ねえな。民衆がマジで問題ないのが良すぎる。いや、このデッキ、強えな。あとは、哲太くんがしっかりと金属くれてればっていう感じですが、普通にやりやすかった。やっぱ、民衆がやっぱここまで稼げるのはでかいよ。でかい。まあ、精神もうちょっと稼ぎたかったけど、まあ、すごいでかい。はい、では、これでいきたいと思います。いきましょう。はい、終わりました。3-0 です。OK でーす。問題なく終わりましたね。はい。で、うん。ここら辺も満点ですね。はい、小森。さあ、経験点はそこそこ出たと思う。うん。金卓はね、ちょっと、うん、うまいことは言ってないけど、経験点はうまいこと言った。うん。さすが、ディフェンスデッキ。はい、2万、どうだろう。民衆はうまいこと言ったっけか。はい、では振ってまいりまーす。はい、振ってまいりました。まあ、今回ね、ちょっと民衆をしっかりと稼げたという感じですので、あとは技術をもうちょっと稼いでいくというムーブをできたらいいのかな。はい。まあ、このデッキ、やっぱり、109人で行くのは強いよね。ディフェンス109人で行く、それぐらいのね、特能系も敏将結構取れたので、まあ、ありがたいデッキだと思います。矢神くんもね、強、うん、最後の方もね、結構絡んでくれますので、皆さんもぜひ使ってみてください。マテウスよりかは敏将が稼ぎやすくなると思われます。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は以上とさせていただきます。こちらの動画が良かったなと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。